まったく先囚人には理屈が通じないのか。はは、分かったぞ。これはお前たちのところで言う火事場泥棒だな。ですから今あなたの言う理屈を述べているではありませんか。この嫌みったらしい声、聞き覚えがある。確か金人口で聞いたような。天白氏の相手をするのは今回が初めてじゃない。お前たちの面倒なやり方にはとっくに慣れてる。だが大っぴらにカンパニーの貨物を奪おうとするのはさすがにやりすぎじゃないか。何度も言ってるだろう、コンテナを開けて安全の確認が取れれば解放するって。お前は耳が悪いのか、それとも頭が悪いのか。ちゃんと聞こえているし、頭もはっきりしている。単刀直入に言おう、コンテナは絶対に開けない。これ以上私の荷物を返さないというのなら、お前たちの将軍に訴状を送りつけるぞ。どれだけ人を呼んだところで私を説得することは。なんてお前が。お前まだ先週にいたのか。不幸ってのは本当に重なるものだな。お前に会うとろくなことが起きない。これはこれは、請求列車のお客様ではありませんか。どうして元凶と一緒に構造師へ。こいつらがトラブルに。はあ、それは私の方だ。トラブルに遭っているのは私。このカンパニーの人は先生の知り合いみたいだね。これっていいことかな、悪いことかな。ユウキさん、僕はカンパニーの抗議に対応するために派遣されてきたんだ。今の状況を教えてもらえる。はあ、主命の施設官がホリジンに襲われたカンパニーの輸送船を助けたことはご存知ですよね。その後輸送船は知らせを受けた運気軍によって港に誘導され、そこで修理と検査を受けることになったんです。そしてその輸送船の責任者というのがこちらのスコートさんです。あんたがスコートだったんだ。この子から話は聞いてるよ。確かラフを追い出されたんだよね。なんで戻ってきたの。好きで戻ってきたわけじゃない。船さえ修理すればこの縁起でもない場所から離れられると思っていたのに。港に入った瞬間、運気軍が来て船にあった貨物を全部奪っていったんだ。奪う。何度も言っていますが、これは安全を確保するための検査です。ならどうして構造士まで連れてきた。それに狡猾そうな職人まで見つけてきて、明らかにカンパニーの特許技術を奪おうとしているじゃないか。あのな、遠方から来たお客さん、第一に天白氏は荷物の中に危険な武器らしきものがあることを検出したから安全確認のための検査を要求してるんだ。第二に俺のどこが狡猾そうだって。納得できないな。たとえ危険な武器があったとしてもラフに運び入れるわけじゃないんだから、お前たちには関係ないだろ。船の修理が終わればすぐに出発する。ここで荷下ろしをすることもない。ですがエンジンの修理を終わらせ出航するまでに少なくとも数日は港に停泊する必要があるでしょう。検査を通していない危険物を何日もラフの港にとどまらせるわけにはいきません。
分かった。安全検査は貨物を分解する必要はなかったよね。必要ない。もともとスキャン検査だけだしな。ただそのスキャンの結果、貨物の中には機械構造のものだけじゃなく生物組織に近い特徴を持つものもあることが分かったんだ。生物組織？このコンテナの中に生き物が入ってるってこと？具体的な結論は探偵士の確認を待つ必要がある。いずれにしても条例に従うなら俺たちは貨物の一つを開けて検査しなくちゃいけない。でもこの人は特許の機密保持を理由に何度も検査を拒否してるんだ。同盟には生物製品に対する厳格な取り決めがあります。さらなる検査を拒むというのなら、天白氏としてはあなたを生かせるわけにはいきません。いいだろう。この貨物に手を出そうというのなら徹底的にやり合おうじゃないか。私たちが運んでいるのが生物だろうが機械だろうがお前たちには関係ない。天白氏の処理手続きに対してクレームを入れてやる。はあ、スコートさんはすごく頑固みたいだね。説得するのは難しそう。はあ、カンパニーと真っ向から対立するのは避けたかったんだけどな。前に先生が金人口の紹介を助けてくれたって話は聞いてる。その時のカンパニーの代表者がスコートさんだったんだよね。彼と交渉した経験があるなら申し訳ないけど、今回も先生にお願いしてもいいかな。何をこそこそ喋ってるんだ。早く貨物を返せ。この人は強く出ればすぐに折れるけど、下手に出ると強気になるタイプだったはず。でも一応ルールは守るんだよね。その性格を逆手に取ろう。お前たちが安全規則を持ち出したからには法律の話をしよう。先週同盟スターピースカンパニー貿易共通認識宣言第4条には、同盟とカンパニーは絶対に互いの知的財産権を侵害してはならないと書かれている。同盟と機密保持契約を結べば、他の人に覗かれる心配はない。カンパニーの規則に従い、双方が納得できるような機密保持契約を結ぶことは可能ですよ。そうは言っても、お前たちがそれを守るかどうかは分からないだろう。知的財産権の機密保持を結ぶかどうかはともかくとして、博識学会が作ったテスト用プロトタイプの製造費だけでも、お前たちには想像もできないほど高いんだ。何かあったら一生働いても弁償できないぞ。スコート、具体的な金額は出せる？検査後に何か問題があったら列車じゃなくて天白氏が弁償するから。天白氏はもちろん弁償します。事前に具体的な破損報告書を提出してもらう必要はありますが、
天博士の財力を疑っているわけじゃないが、これは金の問題ではないんだ。それとこの輸送艦に積まれた貨物は博識学会のものだ。検査するなら少なくとも依頼主である博識学会の人間を一人呼ぶべきじゃないか。博識学会がカンパニーに貨物の輸送を依頼した以上、貨物の安全に対して責任を負うべきなのはカンパニーでしょ。なんで学会に連絡するの？分かってないな。カンパニーの資材物流部輸送契約第17条によれば、貨物が発送済みかつ輸送中の場合、輸送の安全以外に関する全てのリスクは発送側が負うものとするとされている。私たちは責任を持って貨物の安全を守り、悪意ある者の手に渡らないようにすればいい。例えば、ゴッハン、貨物自体が目的地の安全を脅かすかどうかについては私たちが責任を取ることではないということだ。盲点だったろう。法律というのは難しいものなんだ。カンパニーと選手は法治社会で、手続きの流れは守られるべきだ。カンパニーの社員として私はカンパニーの規則も守らなければならない。もしここで例外的にお前たちの検査を許したりしたら、後々本当に大変なことになるぞ。あんたたちにはあんたたちのルールがあって、泉州には泉州のルールがある。今は泉州にいるんだから、泉州のルールを守るべきじゃないの？自分が泉州の縄張りにいることはもちろん知っている。だがルールを破ったら、私だって戻ってから罰を受けることになるんだ。お前たち、なかなか口が立つじゃないか。チッ、安全検査をしたいなら、できないこともない。ただ、数日時間をくれ。何しろ重要なことだからな。カンパニーの本部と話し合う必要がある。スコートさんは先延ばし法を使うつもりだね。船の修理が終わるまで先延ばしにすれば、検査することができないまま、君たちを解放することになる。法を犯さない限り、カンパニーの人だろうと当然自由に出入りできますよ。分かっているじゃないか。ん？お前は誰だ？では失礼して自己紹介を。私はラフ探偵士の師弟、レーサーと言います。もしかして彼女が？うん、彼女が主命から派遣された新しい師弟だよ。実は構造士から未知の生物のサンプルが入った貨物がここに留まっているため、探偵士の人間に検査してほしいとの書類が届きまして、ちょうど暇していた私が自ら出向くことにしたというわけです。スコートさん、そんなに検査してほしくないというのなら、検査はしなくて構いません。構いませんって、どういうこと？急に話が通じるようになったじゃないか。お前が検査しなくていいというなら、この貨物は持って行かせてもらう。異論はないな？異論？どうして異論があると思うのですか？ただのサンプルでしょ？輸送船に積んである貨物は全部そのままで構いません。さっきも言った通り、
検査はしませんから。ちょっと待って、そう来なくてはな。ここまで人間の言葉じゃなかった。話が通じるならさっきあんなに言い争う必要はなかったじゃないか。エンジンの修理が終わったらすぐにでも出航させてもらおう。船はもちろん出航できますが、貨物はダメですよ。泉州とカンパニーが締結した輸出入契約では、全ての生物製品は外界に危害を及ぼさないと確認できたもの、もしくは活性を失ったものしか出航できないことになっています。その生物が危害を及ぼすかどうか判断する方法がない以上、活性を失うまで待つしかありません。過去の事例を参考にすると、そうですね、47西暦年だけ待ってもらえれば大丈夫かと。だっけ、そんなに驚くことですか。あなたはまだ若く元気もある。あと数十年くらいは余裕で生きられるでしょう。自信を持って頑張って生きてください。さすが長命種、嫌味な言い方をする。お前たちは時間という概念を気にしないのかもしれないが、そのせいで生じた1分ごとの損失は天白氏に倍で請求するからだ。どうやらスコートさんは勝利の瞬間を見届けるまで自分の仕事と人生が続いていくと信じて疑っていないようですね。おい、どけ、検査させるんだ。ですが、スコートさん。もういい、状況は十分面倒なことになっている。安全検査をさせてやろう。戻った後、私自ら学士たちに頭を下げて謝ればいい。私の頭はそのためにあるのだからな。この女に比べればお前など大して面倒じゃない。だが調子に乗るんじゃないぞ。この女さえいなければ、チッ、さっさと検査しろ。このお姉さんすごい。これが貨物ですか。いいか、検査で何かあったら本当に賠償金を請求するからな。止めてください。やり先に火を、炎のエリオ断ち切れ。くだらない。トン、ダメージ月光を剣とす。走行破損。この曲をあんたにハイになれ。ダンス戦闘準備、ターン。この月下で全てを照らさん。逆かよ、叫ん。すっきりした。もっと走行破損。死ぬがいい。その程度
乗ってる？取材の時だ。天使を授けん。この体に治療はいらぬ。私が守る。己を解き放つ。反抗、陽動、霊落。その程度。トン！月光を剣とす。盛り上がってるじゃん。もっと。走行破損。死ぬがいい。こんなものをラフの布団に何日も置いておくつもりだったの？危なすぎでしょ。今のは私たちとは無関係だ。お前たちが不注意で貨物の防衛プログラムを起動させたに決まっている。こうなった以上、誰かに責任を押し付けようとするのはやめた方がいい。どうしてこれが動き出したのか本当にわからないんだ。琥珀の王に誓ってもいい。もういいよ、結城さん。何人か運気軍を連れてきてくれる？まずはこの客人たちを天白市まで送ろう。わかりました。さあスコートさん、こちらへどうぞ。皆さん、軽く調べてみたところ、職人が心配していた通り、中には生物組織が隠されていました。ただこれが気候なのか生物なのかは私にも分かりません。これの核の部分は隠語で湿剣と呼ばれているもの。分かりやすく言えば、この機械は何らかの生物の神経を制御通数として駆動してるんだ。少しサンプルを採取して端子たちに分析させれば、この生物組織の出所も判明するでしょう。博識学会はなぜこれほどまでに倫理に反した技術を使うんだ？新たな武器を作るためか。いずれにしろ、これがホリジンがこの艦船を襲撃した理由かもしれないね。通りで貨物を開けての検査を嫌がるわけだ。この件は獣王氏に連絡して判官に判断を委ねよう。規則に従うなら危険を及ぼす生物と囚人、それから武器は全部優秀国に収容してちゃんと処理するべきなんだ。何しろあそこはラフで一番安全な場所だからね。職人さんも運気軍に同行して判官に状況を説明してくれるかな。カンパニーの人は手強いだろうって予想はしてたけど、あそこまでとは思わなかった。レーサさん、助けてくれてありがとう。こちらこそ、命を助けてもらったお礼を言わせてください。あなたが剣術に秀でていたおかげでこの大きいのを倒せたんですから。将軍の従者は優れた腕前の武人だとは聞いていましたが、まさか元凶様がこれほど。確かにそうですね。そちらの3人は請求列車からの客人でしょうか。ということは、あなたたちがラフを危機から救ったのですね。本当に素晴らしい。それほどでも。まだ時間があるので、せっかくですから探偵室に行ってお茶でも飲みませんか。もしよければ探偵士の再建に関する皆さんの意見も聞かせてください。じゃあ僕は遠慮なくお呼ばれしようかな。あなたたち3人も一緒に来てくださいね。この機械の動力を遮断しますので、それまであまり近づかないようにしてください。